パルス暦321年5月、国境の城ペシャワールより王太子アルスランは10万の兵を率いて出陣した。最初の関門チャスーム城塞はエクバターナを守るためにギスカールの命により作られた城であったが、ナルサスの陽動作戦に上司クレマンスはまんまと引っかかり、あえなく陥落した。殿下、これは思いのほかあっけない結末を迎えそうです。お主に頼みがある。生きてエクバターナへ戻り、ルシタニア国王に伝えてほしい。近い日、アルスランが必ずお目にかかると。殿、分かっている。血を流さずに進むことはできないのだ。愚か者が挑発に乗って城から撃って出ただと。 はい、伝令の話によりますと、次はサンマヌエル、バルカシオン伯爵の城か。いかがいたしますか、王帝殿下。ザーブル城の銀仮面に帰還を急がせろ。これ以上出立を伸ばせば反逆の意思ありとみなすとな。はあ、待て。サンマヌエルのバルカシオン伯爵に伝えよ。救援が行くまでとにかく持ちこたえよと。はっ、ドラゴラスの小せがれが。どうしますか、エクバターナからは急ぎ帰還せよと再三の要請が。エクバターナの支援には我が軍の精鋭100機でこと足りましょう。わずか100機。兵の大半をこの城に残せばルシタニアに裏切りと勘ぐられよう。1万の兵を引き連れて王都を目指せば、我が軍も孫を刀なきパルス軍、アルスラン殿下の軍とどこが違いましょう。ザンデ、100機を選び出立の準備にかかれ。エクバターナへ赴く。パルス軍は大陸航路を進んでいるとのことだ。我々はシャフリスターンの脳を回り、敵の全容を探る。行くぞ。東の城壁に矢が足りないぞ。回してくれ。バケット、こんなところでうろうろしてるんだ。早く中へ戻れ。はい。伯爵様、バルカシオン伯爵、私も偵察隊にお加えくださいませ。今なら馬を急がせれば追いつきます。エトワール、気持ちはわかるが、お主の身は祖父君からお預かりしたものだ。私は戦うために故郷を後にしてまいりました。ルシタニアのため、陛下の御ため、イアルダボートの神のため、武勲を立てずにおめおめ国に帰りましょうか。伯爵様、私はどうしても異教とともに一矢報いてやらねば気が済まぬのです。どうやら止めても無益のようじゃの。伯爵様。だが、くれぐれも軽はずみな行動はしないようにな。偵察隊の役目を忘れぬことだ。はっ、心得まする。ありがたき幸せ。神のご加護。一度戦えば戦いの悲しさもわかろう。5月21日、王太子軍はシャフリスターンの野に布陣し、大規模な狩猟祭を催した。これは戦いを前にした祭りであり、パルスの民に王権の回復が近いことを知らせるとともに、神々に対しては獲物を捧げて加護を祈るものである。パリなんかして遊んでる場合かしら。戦いの前の神聖な儀式なんだぞ、アルフリード。殿下、アルスラン殿下。殿下。エラン。はい。どうしたのさ。面目ござらぬ。え、殿下がどうかしたの。面目ござらぬ。迷子になった。
つまで逃げ回る気だ、卑怯者。無理だ、仲間のところへ戻った方がいい。なんだと。いやこいつ観念しろ。何をする、卑怯者。逃がすもんか。迷惑をかけた。殿下、予想以上に早く敵が満ちたようでございます。ここは一気にサンマヌエル城を攻めるが得策。お主、いつから成り行き任せの戦術をするようになった。一人悪い、臨機応変と言ってくれ。ナルサスがそういうのなら賞賛あってのことに違いない。全軍直ちにサンマヌエル城へ。おう。手には行かぬ。急げ、門を落とす気だ。ルシタニア人、その信仰心ゆえに滅多に降伏いたしません。
官を、上司を探せ。城内の者を確認せよ。だが殺しはするな。急ぎ負傷者の手当てを。やめろ、死んだな。誰か彼らを止めてくれ。やめろ、やめてくれ。何を。彼らを止めてくれ。やめろ。どうせ邪魔をするな。バルカシオ伯爵。エトワール、生きておったか。伯爵。なぜ死ななければならない。チャスーム城に引き続き、大陸航路の関門サンマヌエル城はたった一日で陥落した。ザーブル城よりエクバターナへ向かう銀仮面ことヒルメスはまだその途上にいた。そして、もうよろしいのですか。ありがとう。やれやれ、いつになったら姫様をヒルメス王子にお会わせできるものかの。うまく遠回りしておるようにも見受けられるが。気に入らないなら楽な表街道を行けばいい。ルシタニア兵もいっぱいいる。そうでございましたね。おい、待ってくれ。おい、待て。何を。やつ、そのか。俺の真似を何のつもりだ。待て、戦う気はない。聞きたいだけだ。なんだと。お主らの先頭に立つお方はヒルメス王子という人ではないか。な、貴様、なぜそのような名を。こちらはマルヤム王国のイリーナ内親王という人の一行だ。ヒルメスというお方を探してエクバターナを目指している。知らぬな。ヒルメスというお方は仮面をかぶっていると聞いた。お主ではないのか。人違いだ。お待ちください。ヒルメス様ではございませんか。ヒルメス様でございましょう。何のことかわからぬ。ヒルメス様、人違いと申しておる。待て。何をする。お前は一体何者だ。俺はゾット族のメルレイン。なるほど、マルヤムの内親王はいい道案内を選んだものだ。山賊なら道に迷うこともあるまい。それにゾット族は救いを求めてきた者は名誉をかけて守ると聞く。それが掟だ。この言葉信じておくぞ。続け。余計なことだが、マリアムの内武者になれば王都には近づかぬことだ。エクバターナはルシタニア軍に占拠されている。身分が知れればただでは済まぬ。死ぬですか。出過ぎたことを言うな。未だ王位も回復せず、どうして名乗ることができよう。銀仮面か。聞けばルシタニア軍は東方の城を次々と失い、アンドラゴラスの小せがれは王都までの道半ばまで達しましたとか。俺の不手際だと言いたげだな。
その小せがれを取り逃がしたのはそもそも誰だ。いずれにしろ王太子ごときにエクバターナを奪い返させはせん。苦労して手に入れた俺の都だ。ほう、俺のと申されたか。何が言いたいのだ。ルシタニアを率いるのは神聖なる国王イノケンティス陛下のはず。しかし王帝殿下の胸には違う思いがあるご様子。何貴様の胸の内こそ見たいものよ。パルス人でありながらパルス征服の話を俺に持ち込んだ貴様は一体何者なんだ。我が名はヒルメス。父はパルス第17代国王オスロエス。何？我こそ正統のパルスの王位継承者にござる。お主、何を考えている？なぜそのような秘密を？王帝殿下を信頼申し上げるからこそでございます。その言葉を信用しろと。殿下のお考えの。お主の胸の内よく分かった。力を借りに来た。分かっておるよ。それ以外に何の用があってここへ来る。随分と若返ったな。魔導の力も回復したのか。アトロパテネの再現をしろとでも言うのか。ひとたび魔導の力を使えば戻るのは容易ではない。まだまだ血が足りぬ。俺の望みは正統の王位、それだけだ。そのためならパルスの全土を血に染めることもいとわぬ。随分と性急な物言いじゃの。よほどアルスラーンめが気になると見える。何？アルスラーンがどんなに力をつけたとて、正統の印がなければ意味がないのではないか。なんだと？これは宝剣ルクナバード。イニシエのパルス暗黒時代、蛇王ザ・ハークを打ち滅ぼした伝説の技も。英雄王カイホスローの墓に収められし王者の印。宝剣ルクナバードを手に入れることができれば、王位は誰の目にも飽きるか。邪魔をした。食べろったら素直に食べろっての。ふんじゃないよ、このわがまま娘。娘ではない。私は騎士の家に生まれた跡取りだ。騎士見習いとして国を出た日から名もエトワールと男名前に変えた。じゃあ本名は何て言うのさ。エステル。ほら、女じゃない。黙れ京都、もう口は聞かぬ。出て行け。ああそうかい。そんなに命を粗末にしたけりゃ勝手に飢え死にすりゃいいさ。開けて。お腹減った。食べぬと言ったら食べぬからな。ここはもういい。ご苦労だった。お前はあの時の。お腹空いているだろう。減ってはおらん。さあ食べるといい。異教徒の指図は受けん。じゃあこう考えたらどうかな。これは君にとって敵の食べ物だ。だからこれを食べれば君は敵に損害を与えたことになる。私が食べたらお前たちは食料が減って迷惑するのか。とても迷惑する。そうか、そうだな。よし。お前は身分の高いものなのか。この城にパルスの王太子がいるという。異教徒の総大将というのは角が生え、口が裂け、黒い尻尾が生えているらしいが、王太子でもやはりそうか。
まだ生えてはいないようだ。大人になったら生えるかもしれない。え、お前が王太子なのか。変わってるな、お前。時々そう言われる。自分ではわからないけど。王様とか王子様というものはもっと威張って王座に収まり返っているものだ。王が王らしくせぬからパルスは都を奪われるような目に遭うのだ。たとえ王や王子が悪くても人々は平和に暮らしていた。その国に攻め込んだのはパルスかルシタニアかどっちだ。それはルシタニアだが、お前たちの国が誠の神を崇めぬからいけないのだ。嘘だ。嘘ではない。それならばなぜルシタニア軍はマリアム王国へ攻め込んだんだ。あの国の人々は君らと同じ神を信じていたんだろう。それは彼らの信仰の仕方が間違っていたからだ。誰がそう言ったんだ。神が仰せになった。君は神の声を聞いたのか。確かにそう言ったのか。私は聞いていないけれど間違いないのだ。なぜそんなことが言えるんだ。うるさい。私のおじやいとこはマリアムで戦って殺されたのだ。それは気の毒だけれど、君たちが戦いを仕掛けるからいけないのだ。黙れ。侮辱するのか。おじやいとこはイアルダボートの神のために戦って命を捧げたのだ。それは君たちの。お前にはわからないのだ。私たちはイアルダボートの教えを広めるために戦っているのだ。そのためには命を投げ出す覚悟だってある。命だって。勝手なことを言うな。君はそれで満足かもしれない。でもなぜ無力な子供たちまで巻き添えにして塔から飛び降りたりするんだ。それが正しい行いだというのか。神がそれを望んだとでも言う気か。黙れ。君たちをパルスに攻めて来させたのは君たちの信じる神じゃない、神の名を利用した権力者たちだ。黙れ。お前なんか出て行け。もう話すことはない。ごめん。別に泣いているわけじゃない。早く出て行け。君はイアルダボートの祈りの言葉を知っているか。当たり前だ。だったら明日死者の埋葬に立ち会って祈りを捧げてくれないか。イアルダボートの信者にはルシタニア語の祈りが必要だろうから。なぜそんなことをする。異教徒の死体は野ざらしにするものだ。ルシタニアの人々の魂はこれで天に昇れるね。エクバターナへ。生きることは旅立つこと。いや、旅立つことは生きること。風に向かい風に追われ目指すは死の扉。気がつけば我が前にはデマバン。祖は恐るべき山。何故聖ある者の侵入を拒む。いい鷹だ。メルレイン殿、私たちをどうするおつもりで。さあな、とにかくエクバターナへ行くさ。旅とはなんと切なく悲しく怪しい光に満ち溢れているの。デマバン登山へ。何をしに行くのですか。行けばわかる。はい。城壁の修理を遅らせるわけにはいかん。志願者を募れ。それからボードワンとモンフェラートに急ぐように伝令を送れ。はい。
苦労の絶えぬことも。モンフェラーザ殿、こんな世に生を受け、風に吹かれ砂の手紙を見失い、波に飲まれ水の言葉を聞き逃す。小さな命もまた同じ、なんとつらきことよ。いや、なんと素晴らしきことよ。だが何のために生きる、これはちと難しい。では誰のために、世に言う王侯貴族のために。そう、あの風変わりな気の優しい王子様のためならば、生きて死ぬのも悪くはないかと決めてみたところで、拍手してくれる客はなし。ん、おかえり、アズラいる。